ね。大丈夫？実に素晴らしい。これを見てください。一時の自由、あなたが手に入れたんですよ。これで準備は整いました。あとは夢を見るだけ。二人ともついてきてください。あなたたちに本当のエンターテインメントを味わってもらう時が来ました。あそこにはいいものがありますから。夢の泡が面白いかどうかはあなたが見た夢次第。誰でも目が覚めた後、まだ続きを見たいと思う夢を見ることがあるでしょう。続きを見たいと思う夢。ホタルさんは興味津々のようですね。少々お待ちください。デモンストレーションとして今回は僕の夢で試してみましょう。材料はご用意いただいていると思いますので、それを私に渡してください。ご寄付に感謝いたします。読み取りが完了しました。目質を調整、夢の泡を生成しています。生成が完了しました。目を閉じて、額を夢の泡に当ててください。さあお姉さん、楽しい時間を過ごしてください。ここはどこ？ここはベロブルグ仮想部の診療所。なんで誰もいないんだろう。これは僕の無境の一部。この夢の舞台はベロブルグなんです。慌てる必要はありません。まずは夢の中の夢の感覚に慣れることから始めましょう。
これはまたメモ？夢の中では何を見聞きしたとしてもおかしくはありません。そういう細かいことは気にしないで、そろそろ外に出てみませんか。あ、驚かないように気をつけてくださいね。死にぐす、妻をだらか。ニノの、ガの者をゆちゅうたつたり、おにちの子にもととパンか。たつまして、セラモクをめのれか。はでまい、くなもとコルキムタカを、耳にけかびよのちたしたわ。下たしを、こばみごいしずま。るいてめしかずはくなも、うゆりをこばみごなつじをゆち。もうで、いなわなかはにをなくあやじを、でちたしたわ。目をひよまでなつしくははるか、せさつれんぶをちたこばみこ。けたむしをよるな、くなしゅうのおはに、いわたまろくぶみごのしたしたわ。いがねを、かうど、せさどもりとおきつちを、にちたこばみごのこく。おたちこばみご。デセサツケン旅立たぶバレスーソニューオノのモセニノワルキデガとコルキカシオキゲアハいくつも分岐を作る暇がなかったと言っていました。ここは引き受けましょう。けだつとひわとこいたいらもてしにみにきしゅうほいからかうのくをちたこばみこしかわのいらんしてれいにてつつみをバレスースをりなとをおなたらあばみきていきひをちたしたはるきでがとこをかたたをおののもせにトヒムソヒにカナノメユワルデンヨウミキカイメシ。一体全体何が何だか朝トヒムソヒにカナノメユコタコキカラココタキカラコマ。ドンタディダ。キレコはカシノア。サコキがドリララ。いやカリゴラが
キガコリガラガラゴガキガ。僕はハ、ノンチョ、アラカッパラナ、ガサ、ムロン、トン、カカスト、クツ、バランド、ヤガ、アランタ、ガ、ガッバラならたらオカカムチャラモマハアパサカタソンゴモアパルロダないね。やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。いや逃がさない。たまにはまずうちのとっておきを食らえ。殴ったね。逃がさない。君らはこの力について星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。私にもやれたりして。うちの出番。その程度。殴ったね。ランス、戦闘準備。さあ、逃がさない。手動卡卡多一个力 OK 机得了得多得了得得得吧这个得了得得这个过了马卡的卡得了得多得了得得了吧葡萄加了再加了个多一枚怕了啦努努卡伊노노가이타니마니가오다코키고마니가고노모오나오키
こな、おまどうまかか。ごパパと、よねいれぎま。おどかのもか、いしこののかか。いらはらこ、がらきか。なんとか信頼の証を三つ手に入れた。戻って報告しよう。一応なんだかもう、ピドの。さもなか。おろ、パランおろおろ。むすがが、うんか。からのだ。もこもこりか、もこもこ、こまかい。まさばらが、ほっぽきが、はっぽこのまか。おとそこも、おもこととどこも、かっぽどこも、どこ、まこどこも。よまとごまさて、きかかわかきまたかとおや。ザクヨギオミキ、ラジハのツブーソ、クイテレズミ、オイラミのクゾチイチタシタワ、デコソ、イダウヨチテキドトミ、ウヨシマリノイオ、ウコイセノレワレオ。決戦の地に着いたんだ。なんか複雑な気持ち。いくらなんでもむごすぎる。ここでゴミキングが私を待ってるって言ってたよね。騙されたのかな。
でなりません。あなたがどうやってゴミキングに立ち向かうか見たかったのに。残念、実に残念です。こんなに味わい深い夢が蛍さんの手で中断されてしまうなんて。あなたが真実に気づいた瞬間、どんな表情を見せるのか楽しみにしていたんですよ。隠された意味？いいえ、どちらかというと種明かしというべきですね。あなたは美しい夢の真実を探していたのではありませんか？美しい景色に惑わされないでください。ぬるま湯のような環境は人の目を狂わせますから。この夢の泡は今のピノコニーに似ていると思いませんか？何を企んでいるかわからない人々が狭い舞台に閉じ込められ、誰もスポットライトを浴びたくないからと、かわいそうな足毛を前に押しやる。無境の家のバスタブではなく、予測不可能な変化をする深海です。もう少しはっきり言いましょう。魅力的な光に騙されないようにしてください。あなたがそんな奴に屈したら、僕はとてもとてもがっかりしますから。あの少女はまだいますか？口ではピノコニーが地元だと言っておきながら、細かいことは何も知らない。それでいてコソ泥の腕はかなりのもの。一体何者なんです？あなた本当に少しも彼女を疑わなかったんですか？忠告ですよ。何か聞きたいと思ったなら、今すぐあの少女を探しに行った方がいい。まんまと逃げられないように気をつけてください。それでは僕はこれで。お願いですから、僕をがっかりさせないでくださいね。先輩、一体どういうつもりなんだろう。ホタルが何か隠してるっていうの？ホタルに話を聞くためにも、まずは彼女を探さないと。まだ遠くには行ってないと思うけど。ようこそ無境ショップへ。君と一緒にいたのも理由があったからなの。でも助けてくれたことに感謝してるのは本当だよ。七死人に憧れてるのも本当。君たちはいろんな世界へ行って、いろんな人や出来事に触れて、毎日が新しい始まりになってるから。
もう一箇所、君を連れて行きたい場所があるんだけど、いいかな？今回は観光スポットじゃなくて、むしろ逆というか、私の秘密のアジトみたいなところなの。そこで私が知ってることをできる限り君に教える。ありがとう。こっちに行こう。あれ、あそこで何かが。ちっさ、助けて助けて、死んじゃうよ誰か。はっきり言ってるのに、死んじゃうよ助けて。あれ、待って、君、僕が見えるの？どうしたの？まさか、本当に僕が見えるの？チクタク！よかった！本当によかった！これでミーシャが助かる！あ、ごめん、自己紹介がまだだったね。僕の名前はクロックボーイ。美しき夢の街ピノコニーの大スターさ。友達と一緒にこの街の平和を守ってるんだ。友達の名前はブラザーハヌ、ミスターソーダ、折り紙の小鳥、ハムスターボールの騎士。それからミーシャ。そうだ、ミーシャが危険な目に遭ってるんだ。チクタク、助けて助けて。現実には存在しないアニメのキャラクターが見えたってこと？え、どこにいるの？私には見えない。チクタク、僕を見ることができるのは素直で純粋で無垢な心を持った子供だけなんだと思う。例えばこの灰色の友達とかね。純粋さ、無垢な心が足りないっていうのは？チクタク、チクタク、灰色の友達、僕のことが見えるならきっと僕を助けてくれるよね。僕の友達のミーシャが大変なんだ。お願い、彼を助けてあげて。このままじゃ死んじゃうよ。行こう、急いで、ハムスターボールの騎士みたいに早く。